それなんかさ、仕事めちゃくちゃ頑張っていろんなことをやったんだけど、なぜか分かんないけど自分を褒めてないとかね、超頑張ってるんだけどなんか頑張ったって感じがしない。ドラゴン、洞窟の中に入ってドラゴンやっつけるとマジ自分をイメージを超上げることができるよ。Hey you guys, there's no such thing as a dragon. ドラゴンなんていないよっていうストーリー聞いたことあるかな。これは子供用のストーリーでジャック・ケントさんが書いた絵本なんだけど、この話がめっちゃ深いのよ。ね、ある日ビリーっていう子供が自分の部屋の中でパッて目覚めました。そうするとちびちゃいドラゴンがビリーのベッドの下にね、目の前にいるわけよ。ベッドの上に「ギャー!」みたいな感じで「おお!」でビリーが「おー!」ってなってパッパッパッて下行って「お母さんドラゴンがいるよ!」って言って「ドラゴンいるよ!」って。でお母さんがさ「ビリーちゃんドラゴンなんていないのよ!」って言ったのね。ビリーが戻ったらボーンってなって、でドラゴンがさ、さっきちっちゃかったんだけどちょっとさ、でちょっと子犬よりもうちょっとでっかい犬みたいなサイズがちょっとでっかくなってるのね。なんやみたいな感じで、でビリーはまあね、朝学校行かないといけないからね、下行って朝食食べに行くわけよ。で朝食食べに行くとそのドラゴンもついてきて、ついていくところにどん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 大きくなってきてんの。でビリーが朝食食べてパンケーキもらったわけよ。でパンケーキ3個もらったんだよね。そしたら隣にそのドラゴンがバーってテーブルに上がってきて、ビリーのパンケーキ食べちゃったわけよ。ママドラゴンがいるよって。ビリーちゃんあなたね、ドラゴンなんていないのよ、さっき私言ったでしょって。でママいるよって言ってパンケーキ食べられて、もっとパンケーキちょうだい。分かった今日いっぱい食べるわねって言ってパンケーキもらって、ビリーギリギリ食べることができて、残りもちょっとさパンケーキ食べてるわけよ。なんだよこのドラゴンって感じやな。でビリー上に行って、で階段登って上に自分の2階の部屋に行くんだけど、その間ドラゴンが下で昼寝とってるわけよ。でビリーがその学校に行くための洋服を着替えて下に行くじゃん。なんとドラゴンがもっと大きくなってるわけよ。もっと牛のサイズになってんのよ。ねねで「母ちゃんママドラゴンがいるよ!」って言って「ビリードラゴンなんていないのよ」ね。ちょっと3分経ったら今度ドーンってドラゴンがめっちゃ大きくなって、そのもう本当に廊下のところに全部入ってるみたいなドラゴンのサイズになってるわけよ。でお母さんその日掃除してるわけよね。ビリーちょっとパカーってなってパニックしてるんだけど、お母さんが「ドラゴンなんていないの?」って言って掃除とかやってドラゴンの足くぐったりさ、窓からさ掃除機やってさね。でドラゴンを無視してるの。何が起こる？そしたらまたドラゴンが大きくなるの。でどのぐらい大きくなるかっていうと、もう家のサイズにドラゴンがなっちゃって、で目の前になんかパンのトラックが動いてるわけよ。アメリカによくあるのよ、パン売ってるアイスクリームトラックみたいなやつ。それをドラゴンが見て「うおー!」ってなって、もっと食べたいなって言ってドラゴングワーって上がって家全体を背負って家を動かしちゃって、そのパン屋さんの、トラックを追いかけるわけよ。ねもうどんな日になってんのって。でその夕方にお父さんが家に来るわけよ、仕事終わって。家がないのよ。どうなってんのって言って、近所の人が「あのね、あ家が動いてるよ」って言って、でパッパッパーって走って、でやっと自分の家を見つけて、そこにビリーとお母ちゃんが2階で「わー!」とかなってるわけよ。でどうなってんのって、何があったんだってね。でビリーさ「ドラゴンがいるの?」って言って、でお母さんが「ドラゴンなんていないわよ」って言ってて、でお父さん「どうなってんだよ!」って言って、で最後にビリーが「お父さんお母さんドラゴンがいるんです」って。でその瞬間パッてドラゴンがシューってちっちゃくなって、一番最初のサイズ、本当にちっちゃい子猫みたいなサイズに戻ってパンパンってやって、でその時にお母さんが「まあこのぐらいのドラゴンだったらなんとかできるかもね」っていうふうになったのね。どういうことなのかっていうとね、このドラゴンっていうのは人生の中に出てくる問題なんだよね。ね例えば、ね、夫婦お母さんとお父さんが、ね、会話ができることができない、ちょっとしたとこでイラついてるんだけどそれを言わないと、ね、それがちっちゃいドラゴンなんだよ。でもそれが何週間何ヶ月何年間になってるとちっちゃいドラゴンが大きくなって、で今度それが夫婦喧嘩の元になって、最初は喧嘩してるかもしれないけど、もうその喧嘩のことも諦めちゃって、今度は一緒に家にいることもできないのかって、うわーって気づいたら、そのちっちゃいドラゴンがでっかいドラゴンになって、もう夫婦離婚になっちゃうとか、実際に家が動くとか、そういうことなんだよね。で本当にこの人生の中、怖いもの、無視したいものって出てくるんだよ、ね、お金もそうだよね。最初お金のやり方が分かんないって言って、でちょっと無視してて、このちっちゃいドラゴン、いやドラゴンいないわよって言ってて、でも気づいたらね、もう借金になっていて、お金の支払いができない、税金が溜まっちゃって、この年金が払えてないとか、そういうことになって借金になってね。でもそのお金を無視してるから、お金はクレジットカードで使って、気づいたら何百万何千万の借金になっているっていう人もいっぱいいるんだよね。だからポイントはね、このドラゴンってちっちゃい時に冷静に向かって、で論理的に考えてその内容を直すと意外とできるんだけど、ほっとおくと超でっかいやばい問題になっちゃうんだよね。でこれは子どもの話なのって、子どもの話ではないんですよ。これは実はすっごい深い話。英語でするとシンボリズムって言うんだけど、ね、ヒーローズジャーニーっていう言葉を聞いたことあると思うんだよね。特に映画の勉強をしている人とか、ストーリーライティングを勉強している人は、このヒーローの旅っていうのがあるんだよね。あとゲームを作ってる人とかもよくしてるんだよ。で、どういうことかっていうと、例えばドラゴンクエストとか、ロード・オブ・ザ・リングスとか、ほぼね、スーパーマンとか全部こういうスーパーヒーローになるっていう、ね、ストーリーの中に全部入ってるんだけど、最初、ね、ストーリーの主人公は子供なんだよね。よく分かりやすいのは「ロード・オブ・ザ・リングス」のホビットってあるじゃん。ね、ちっちゃくてハーベイ「イエーイ僕は子供だよマジック大好き」って言って、でも、ね、その人なんかね、この超怖いところに行って敵を倒さないといけないっていう、ね、いわゆるドラゴンがある洞窟に入らないといけないんだよ。でそしてそのドラゴンをやっつけないといけないっていう運命になっちゃうわけよ、ね、それがどんな映画どんなゲーム、もう本当に世の中でどの国どのトライブ、アフリカ、アマゾン、ね、日本もあるよ、ね、アメリカもあるぜ。どこ行ってもこの子供、幼いチャイルドが怖いところに洞窟に入っていって、でその中にいる敵をやっつけて、でヒーローになって戻ってくるっていうのがどの世界にもあるんだよね。これ深いのよ、深いのよ。でこのドラゴン怖いんだけど、どういうことかっていうと、あなたの人生の中に問題があったらほっとくかっていうことなんだよ。ドラクエも、ね、ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーとかも、洞窟に入ってボスがいて、そのボスをやっつけると、ね、武器とか、なんかマジックともらえるやろ。それ本当なのよ。本当なのよ。マジ。ね。で、一つ大切な話があるのね。受験とか子供の時に、ね、特に親とか社会とか先生とかに「お前これやれ」って言われている、特に受験でいい大学を目指している人とか、実際にいい大学に入っちゃった人とかは、これすごいよく聞いていただきたいんだけど、受験とかいい大学を目指そうっていうその洞窟はひどい洞窟で、ゴールがない洞窟なんだよね。もう本人もなぜ受験を受けないのか受からないのかわからない、なぜ宿題しないのかわからない、なぜこんなに頑張らないのかわからない。いやお前のためだよって言われてるけど、自分でそのドラゴンを選んでないから、超その洞窟に入るっていうのを恐怖症になっちゃうんだよ ね。でも大人の世界、ね、このヒーローの世界、ね、このホビットが幼い子供がわーってなって本当のヒーローになっていくところは、この洞窟っていうのは実際に入ったら終わるのよ。だから怖いぜ、怪我になると思うね。でも癒すこともできるわけよ、そのファイトの後には。本当に本田健さんが言ってたようなこともあって、この、大富豪からの手紙っていうところがあって、そこの失敗っていうチャプターがあるんだけど、ここで彼とインタビューして、まだこのインタビュー見てない人はぜひ見てくださいね。この偶然とかすごいぜ本当に。でその失敗の中にも入ってるんだけど、そのどのような失敗になるのかっていうのをあらかじめに考えておく。この洞窟に入ったら何が起こるかってわかる？この洞窟にドラゴンがいるぞって言ったら恐怖をアミグダラ扁桃体で感じてるわけよ。論理的に恐怖を考えてないわけよね。だからドラゴンの中に恐怖がいるぞっていう時にうわーってなっちゃうのは当たり前なんだよ。逃げたいっていうのは当たり前なんだよ。でもここで入る前にどういう敵なのか、具体的にこいつにやられたら何が起こるのかって知ってるとね、このうわー全部が行われ恐怖もう感情的な逃げ出したい恐怖が、最悪のリスクはここまでだなって、結構そうやって論理的に言っていくとその恐怖が収まっていくんだよね。もう恐怖、ドラゴンの洞窟の中に入ってそのドラゴンをやっつけるっていう達成感はもう仕事の達成感とか家の全然違うよ。それなんかさ、仕事めちゃくちゃ頑張っていろんなことをやったんだけど、なぜか分かんないけど自分を褒めてないとかね、超頑張ってるんだけどなんか頑張ったって感じがしない。ドラゴン、洞窟の中に入ってドラゴンやっつけるとマジ自分をイメージを超上げることができるよ、ね、だからそのお金恐怖症っていう人がある人はその自分多分税金のレシートがいっぱい溜まってるんだよね。でこれを見るだけでうわーって怖くなっちゃうわけよ。本当にもうそのドラゴンがでっかいわけよ。いい先生はそこに一緒にいてもう1分だけ見るんだよ。ちょっとまた2分ね、次の日また1分見てる。でどこまで見るのって言ったら飽きるまで見るんだよ。今度飽きたらそれをレシートとかを出していろんなところに置いて一緒に見てみる。いわゆるちょっとずつ距離を縮めていくっていうことなんだよね。ドラゴンの洞窟の入り方はちょっとずつ入っていくんですよ、ね、マジ You are the hero、あなたがヒーローなんだよ人生の。これリアルの話なんだよ。で待ってるんだよ世界が、あなたがこうやって人生を変えていくの。 And I am your guide. Alright you guys, I love you guys. Let me know what you think about the video and I will see you next week. どうもありがとう。